確かにお前は成長している。いい顔で映るようになっている。自信を持て。何もとあがてメラメラと魂炎上エンジョイ高鳴る熱狂。どういたしまして。翼くんの愛情たっぷり入れといたから甘いよ。それからスコーンもどうぞ。これも翼くんの愛情たっぷり。俺だって必死なんだ。俺とダイ二人きりの真剣勝負に負けるわけにはいかないからね。今すぐどうにかできないことでも一年後ならわからない。奇跡も魔法も俺にはない。だからこそ全力でやるだけだ。悪魔を撃て。そんなことをやっていいんだ。アラと月プロ社員こうやったっていい。モリがやりたいことやっていいよ。モリを応援してる。ソアラの中で一人くらいはリアルで体験しておくのもいいかなって思ってさ、会社員になってみた。回らない飾らない君で。ああ、最近塩にハマっててな。にも納豆にはわさび塩、豆腐には柚子唐辛子塩も合うぞ。で俺たちソーラ、今年も2日開催で俺たちは2日目、4ユニットの合同ライブになるんですね。将来カリスマベーシストになる予定の七瀬のぞむくんだから、みんなよろしくね。どうすればたくさんの人の心に響くか一緒に考えてほしい。これは俺たち4人のクベルの曲だ。あなたが笑えば全て変わる。小さな世界が大きくなる。ああ、少しでも経験を増やせればいいなって思ってね。あとみんなに俺たちの名前も知ってもらいたい。早く柊の隣に立てるように。夢の先久我一世です。リスナーの皆さんと交流を楽しみながら俺たちのことをよく知ってもらえたらと思います。何を好きになってもいいのさ、どんな夢を見てもいいのさ。そんなに見られたくねえの？翼には聞いてねえし。てかお前のヤバいはどうヤバいのか全然わかんねえ。あなたがいるから。ケンや望月さんのように見知らぬ人として一から関係を築いたり、こうして居合わせた人たちとずっと昔からの友人のように、僕らの声が夜空を舞う、この手で抱き合えた。みんなでつながるって感じ。イベントを見てる人も参加してる人も一緒に楽しめるようなさ、楽しいものを共有することがつながることだから。一つの新しい世界を生み出すつもりで曲を作っています。そういったものをイメージするとフレーズが浮かぶんです。どんな時でもそばにいるよ手のひら。2周年イベントの主題歌も担当します。皆さんが主題歌を担当してほしいアーティストを第1位に選んでくださったおかげですね。説明があった通り、2日目は4ユニットの合同ライブになる。君たちはうちの看板ユニットになりつつあるグラビ、プロセラに続くべく頑張ってるよな。いや、いい、その息だ。事務所の看板を背負った総合ライブに呼ばれることも通算6回目だろ。君たちの成長をドーンと見せてやれ。つまり宣伝写真のロケですね。うちのタレントたちが様々な役をするので、その衣装で撮影をさせていただくことになります。ええ、こうしてムーンフォレの練習をされていると知ったからには黙っていられません。この回答を餅つきにお任せください。
音楽を志した者の多くがいつか武道館でライブをと夢見る。だがそのいつかを手にする者はほんのわずかだ。まっすぐで素敵な挨拶だね、はじめ。あ、メガネか持ってるな俺。その重みを背負って僕たち全員で応援してくれるファンに最高のパフォーマンスを披露しよう。うわあ、どのユニットの曲が一番盛り上がるのか楽しみだね。薄平竹だ、汁物にぴったりだぞ。こっちは荒激クラゲ、食感が最高なんだよな。同じく経費削減ですっかり司会担当のプロセラルムマネージャー磯組担当で、イメージカラーは黒の黒月大です。今回は1日目と2日目で出演者を分ける予定です。1日目にシックスグラビティ、プロセラルム、天さん占い、今日のアンラッキーさんは3月生まれの方です。今日のラッキーさんは10月生まれの方です。あれ、りょうくんだ。来てると思わなかったよ。虫苦手なのにサバイバルなんて大丈夫？よろしく。グロースの曲あんたが全部作ってるんだよな。でかい川の主みたいだな。俺たちの順位は下の方か。八木下さんのお墨付きは心強いですね。ありがとうございます。じゃあ俺はほうじ茶で、またご一緒しましょうね。今日はありがとうございました。本当ですか、嬉しいな。あ、はい、俺緑茶お願いできますか。疲れ様でした、楽しかったです。俺は甘ければ何でも大丈夫です。ありがとうございます。こちらこそ、オンエア楽しみにしてます。そういや自己紹介がまだだったな。俺たちはクーラッシュ、ボーカルギターでリーダーのせいやだ。夢に描く青い黒い海に飛び込め。ギターの通りです。ここは泣くでしょ。俺そつないタイプだからどっちもやってみせるけど。まさかソアラ。刹那だ。ドラムか。泣く早がて、なぜ黙っていた。ベース担当のイオリだよ。ジャケットのイラストとかも描いてるんだ。うん、おばあちゃんに裁縫習ってるんだ。私は作曲キーボードのキララだよ。ヨロです。誰がいつ解散するの。試験の時期だけ休むって話でしょ。しかしたら俺が高村四季の弟って言えば結果が違ったかもしれないけど、俺にもプライドがある。楽しそう。お兄ちゃんキラキラしてる。私もキラキラできるものを見つけるよ。もお前のことをちゃんと見てくれてる、いい仲間ができてよかったな。安心した。改めて望むをよろしくお願いします。お前もな、待ってる。ではプロポーズも向こうからでさ、俺海外赴任が決まったんでなかなか会えなくなるからって。今度紹介するから会ってくれよな。周りの人も心配してるみたいだし、私のこと。え？派手で遊んでそうとか、大会社のブランド目当てだとか、駐在員の妻になりたいだけだとか。花はもともと自然にあるもの、自然そのままの姿でもう美しいものですから、そんなに構える必要はありませんよ。いわば一つの宇宙ですね。自分が無数の星の一つになったような、あるべき場所に戻ったような気持ちになりました。